どうも、フクロウです。皆さん今日も iPad でクリエイトしてますか？僕は普段からですね、iPad のいろんなアプリを使って仕事をしたりとか、この動画でもですね、いろんなアプリの紹介をしたりしてるんですけども、本当に普段から無料とか有料問わずに、いろんなアプリを買って使ってるんですね。で、今日はですね、そんな僕が今まで有料のアプリをいくら買ってきたのか、いくらアプリにこうお金をかけて買ってきたのかってところをちょっと計算したいなっていうふうに思ってます。多分ね、結構数千円のアプリとかもパンパン買っちゃうタイプなので、累計で言うと、まあ数万円ぐらいは買ってんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、今日はそれをちょっと計算しつつ、この有料アプリ良かったよとか、そのこの有料アプリは買ったけど使ってないなみたいなところも一緒にご紹介できればなっていうふうに思います。そして動画の最後にはですね、僕が有料アプリを積極的に買おうというふうに思っている理由がいくつかあるので、そちらも合わせてご紹介できればなというふうに思います。ちょっと僕も今から計算するのが楽しみなんですけども、最後まで動画をお付き合いください。それではどうぞ。はい、というわけで早速ですね、僕がこれまで購入した有料アプリの金額の合計を出していきたいと思うんですけども、今まで自分が App Store で購入したアプリっていうのはですね、設定画面の Apple ID を表示するっていうところから購入履歴っていうものが見れます。なので今回はですね、その購入履歴を見て、iPad に関連するものですね、 iPad 関連のアプリを抜き出して、今回携帯にもこっちに入れてきてます。なのでちょっとこれを見ながら一つずつ、このアプリにいくら払ったってところを紹介していければなというふうに思ってます。それでは早速、まず最初にですね、アフィニティフォト、こちらが2440円です。これはですね、僕の動画でもこれまで何度も何度も紙アプリっていうふうに紹介してきたんですけども、フォトショップみたいなことが iPad でできるっていうほら、そういう画像編集アプリですね。もう今のところですね、iPad の画像編集アプリっていうと、アフィニティフォトが一番かなっていうふうに思ってます。次はですね、アフィニティデザイナーっていう方ですね。これはですね、アフィニティフォトと同じ会社が作ってる、イラストレーターみたいなアプリです。これは、ベジェ曲線っていう、イラストレーター特有のこう、線を描くツールというか、方式があるんですけども、そちらが iPad で使えるっていうふうな、そういうふうなイラストレーターを置き換えるようなアプリです。僕はアフィニティフォトを主に使っているので、あんまりこっちのアプリはですね、使ってはいないんですけども、やっぱりリリース当初は結構注目されてたので、買ってみて、ちょっと使ってみたっていうか、そういうアプリになります。そして次はですね、ピクセルメーターっていうアプリ。これは600円の会費になります。で、こちらもですね、アフィニティフォトと同じような形で、画像編集のアプリです。で、もともとは iPad 版のアフィニティフォトがリリースされるまではずっとこのピクセルメーターってものを使ってたんですけども、アフィニティフォトが出てからはずっとアフィニティフォトを使ってるっていうような感じですね。はい、次です。次はですね、ルマフュージョン。もうこれもですね、僕が何度も動画でご紹介してるんですけども、 iPad の動画編集アプリです。今のところですね、iPad の動画編集アプリだとこのルマフュージョンが一択かなってぐらいすごい本格的なアプリなんですね。で、僕のこの YouTube チャンネルも基本的にすべて、iPad の LumaFusion だけを使って編集しています。で、これが、今3680円の1回買い切り方式です。結構高いんですけども、全然買ってよかったなというか、むしろもっともっとお金払うんで、アップデートしてほしいなと思ってるぐらいもう超愛してるアプリです。で、次はですね、ローンチセンタープロっていうアプリです。こちらのアプリもですね、以前iPad の最強ホーム画面ができたっていう動画を紹介したんですけども、そちらで使っているランチャーのアプリです。こちらは基本無料なんですけども、そのランチャーアプリとして、ショートカットの登録数が10個以上だったかな。いくつか以上をショートカットを登録する場合は、有料課金がいるってことで、僕は、年間1280円の、契約をしています。次はですね、ギフトースタープロっていうアプリです。これはですね、ギフアニメを作るためのアプリなんですけども、ギフアニメを作るアプリって、有料無料含めてたくさんあるんですけども、いろいろ使った中で一番機能が高くて安定しているのが、このギフトースタープロかなっていうふうに思って、今はずっと使ってます。次はですね、ユリシーズっていうテキストエディターアプリです。文章を書くためのアプリなんですけども、で、僕はブログもやってるんですけども、そのワードプレスのブログに直接、そのユリシーズから文章をアップロードして入稿できるんですよね。そういうところがすごく優れてて、すごくブログをたくさん書いてる時とかめちゃめちゃ重宝したアプリです。ユリシーズもですね、年間4500円と結構高いんですけども、ブログっていう文章を書く上で、そのテキストエディターアプリってすごく効率とかにつながってくるんですね。なので僕は少しでもこう効率を上げて、いい仕事をしたいなと思ってるので、4500円の投資は全然悪くないなっていうふうに思ってます。はい、そしたら次はですね、ノートシェルフっていうお絵かきアプリ。これは1220円の1回買い切りのアプリになります。iPad でこうノート、例えば字を書いたりとかイラストを書いたりするためのアプリなんですけども、すごく高機能でですね、書き味もすごくいいんですよね。なんでこれすごく気に入ってるアプリになります。で、次は、ノートオールウェイズっていうアプリ。こちらも、お絵かきアプリで、1840円です。
こちらはどういうアプリかっていうとですね、まあ、普通に追いかけアプリとしても使えるんですけども、写真の切り抜きとかコラージュっていうのが得意なアプリになります。写真を読み込んだ時にちょっとその写真を丸く切ってアプリに貼り付けたりとかいう風にスクラップブックみたいな形のものが簡単に作れる、まあ、そういうアプリになります。で次はですね、プロクリエイトっていうアプリです。こちらは1220円の1回買い切りです。これはもうお絵描きとかをしている人にとっては一番有名というか一番王道のアプリなんじゃないかなというふうに思います。あんまり絵を描いたりとかそこまでしないんですけども、たまにですね、この写真の上に字を載せたりっていうふうな表現するときとかは結構プロクリエイト使ってます。で次はですね、写真関連で Adobe の Lightroom CC、 Adobe の写真編集アプリですね、こちらも使ってます。こちらはアプリっていうよりも Adobe のフォトプランっていうものを使ってて、 Lightroom、iPad の Lightroom と PC の Lightroom、あとは PC 版の Photoshop っていうものが使えて月額で1980円です。で次はですね、最近リリースされた Adobe の Photoshop、 iPad 版の Adobe の Photoshop、iPad だけで月額1080円払ってます。これもですね、まあ、今はまだそんなに使わないというか、動画で紹介した通り、使える機能がすごく限定的なんですけども、まあ、今後の成長に期待してっていうところで、一応、ダウンロードして持ってます。次はですね、Visco X っていう、Visco っていう写真編集アプリがあるんですよ。でそれはですね、こう、フィルターをかけて、ちょっと写真をエモく、フィルム風にできるっていうアプリなんですけども、この年間2000円の Visco X っていう会員になれば、その使えるフィルターがめちゃめちゃ増えるんですよ。で、これに僕は年間2000円払ってます。で、次は、Evernote。Evernote プレミアムっていうのに会員登録してて、これが1年間で5200円払ってます。Evernote はですね、仕事で使ってる部分もあるので、まあ、ずっと課金をしてたんですけども、さすがに最近はちょっとあんまり使いづらいなっていうふうに思ってきて、もう実は解約してます。もう多分次の更新はないかなっていうふうに思ってます。はい、次はですね、Yoo Inkって言われる、こうシェルフアプリって言われるものです。このシェルフアプリって、ファイルの一時保管場所っていう風なアプリなんですね。なので、例えば、ネットからダウンロードしてきた写真を別のところで使いたいって時に、一旦、こう iPad の中の写真アプリに保存するんじゃなくて、Yoo Inkにちょこっと置いておくと。で、置いておいたものをそのままドラッグアンドロップで他のアプリに持ってくるみたいな、まあそういう風な使い方ができるアプリで、これもすごく重宝してて、今でも毎日使ってます。Yoo Inkは730円、1回買い切りのアプリです。次はですね、マイクロソフト系のアプリですね。Office、Word とか Excel とか PowerPoint。こちらは、まあ、仕事で使うことが多いんですけども、こちらは Office 365ビジネスかな。うん。Office 365ビジネスってものに、登録して、毎月900円、月額900円を払って使ってます。そして次はですね、コードエディターって呼ばれるアプリ。こちらは1回3060円のアプリになります。コードエディターってのはですね、FTP ソフトとテキストエディターを組み合わせたようなアプリなんですよ。サーバーにアクセスして、まあ、そのサーバー上にあるファイルを自分で編集できるっていうふうな、まあ、そういうアプリになります。なので僕はワードプレスで自分でサーバーを立ててブログを運営しているので、そこのサーバーに接続してちょこっとこう CSS 書き換えたりとか HTML をいじったりっていう風なところで使ってます。はい、次はですね、クラウドアウトライナープロっていうアプリです。これはですね、1回1200円買い切りのアプリで、アウトライナーって呼ばれるような情報整理とか、そういう風なことをするためのアプリなんですね。どういうものかっていうと、箇条書きでバーっとこうしなきゃいけないことを書き出して、その箇条書きの中にさらに箇条書きをできるっていうのはこう、入れ子方式になってるんですよ。で、これもですね、結構サイトの作り替えとか、まあもちろんこの YouTube とかもそうなんですけども、一つの情報をどういうふうに分解してどういうふうに伝えていくかってところを考えるために、考えるためのアプリって感じですね。はい、次はですね、ライフベアっていうカレンダーアプリの、有料課金ですね。広告を消すための課金で360円課金しました。実は以前めちゃめちゃいいよっていうふうに紹介したんですけども、最近あんま使ってないんですね。というのも、紹介した後に、すごく大幅なアップデートが入ってめちゃめちゃ使いにくくなったんですよ。なので最近は普通の Google カレンダーを使ってて、ライフベイはあんまり使ってないですね。で、次はですね、ピクゼイブっていうファイル管理アプリになります。これも今は使ってないんですけども、まだ iPad で、ファイルアプリがこうリリースされる前にめちゃめちゃ使ってたアプリですね。ファインダーと同じような形で、フォルダと階層管理ができるっていう風なアプリで、かつこれがすごいのが、iPad と Mac で同期できるんですよ。なので、ここに一時期はですね、本当にファインダーみたいな感覚で、もうほんと数百ギガバイトぐらいの写真を入れて、Mac と管理するってことを知ったんですね。昔まだファイルがなかった時とかは、めちゃめちゃ重宝したアプリです。はい、最後はですね、Apple 系の課金サービスになります。まずは iCloud。
iCloud に、月400円を課金して 500GB かな、そこまで容量を増量しています。結構ですね、 iCloud 経由でいろんなものを同期することが多くて、この iCloud のホストレージってすごい安いんですよ。 500GB で400円ってめちゃめちゃ安いので、まあ、僕みたいに携帯も iPhone でタブレットも iPad、PC も Mac って方は iCloud のストレージを増強するのはすごく、まあ、おすすめなお金の使い方かなというふうに思います。で最後は、Apple Music。僕はApple Music 派なので、Apple Music で音楽を聴いてます。これも月額980円で1年以上使ってるんじゃないかな。まあ、ずっとお金を払い続けてるサービスになります。はい、というわけでですね、僕がこれまで購入した iPad の有料アプリってのをまとめてご紹介しました。で今回紹介したアプリをですね、全部足し上げるといくつになったかというと、37,110 円になりました。なので、まあ、4万円近く有料アプリを買ってるってことですね。かつ、月額とか年額で払ってるものもあるんですよ。なので、これが 37,110 円プラスで、まだ今も年額月額を払い続けてるので、まあ、実際はもう10万とか、まあ、それ以上はアプリにお金を払ってるんじゃないかなというふうに思います。こうやって振り返ってもですね、結構アプリにお金払ってんなっていう感じがするんですけども、まあね、僕結構、有料のアプリに買うことに全然躊躇ないんですよ。なので、むしろ積極的に有料アプリは買った方がいいかなっていうふうに思ってるんですね。で、その理由はいくつかあるんですけども、まず一つはですね、やっぱり iPad の可能性、iPad でできることって、もうほとんどアプリでできることと、まあ、イコールなんですよね。というのも iPad って、iPad 単体だとできることってもうほとんどないんですよ。まあ、あらゆることは、iPad を通じてアプリ経由で行うんですよね。なのでアプリをいいものを使ってないと、どんなにいい iPad を持っててもできることって全然少なくなっちゃうんですよ。なので僕はですね、この iPad の可能性イコールアプリの可能性と思ってるからこそ、ちょっとでもいいなっていうふうなアプリは積極的に課金してちゃんといいアプリを使おうかなっていうふうに心がけています。あとね、まあ、同じようなことはこっちの無料アプリでもできるよっていうふうに言われることも多いんですけども、まあ、無料アプリって本当の意味で無料じゃないと思うんですよね。というのも、やっぱ無料アプリには無料な分だけ広告がついたりとか、まあ、機能が一部制限されてとかするじゃないですか。なので、その広告、仕事中に広告を見せられてるっていうのは、無料かって言われると、まあ、作業の効率も落ちちゃうし、邪魔っちゃ邪魔なんですよね。だったらもう最初に有料アプリを買い切って、あとは快適に使った方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですね。そういう意味でもですね、まあ、無料と有料があれば、僕はまあ極力有料アプリを買うようにしています。であとはですね、この iPad の可能性イコールアプリの可能性っていう風に言ったじゃないですか。実際にこうアフィニティフォトとかフォトショップとかルマフュージョンみたいなすごく高機能なアプリができてるからこそ、僕が今 iPad でいろんなことができてるので、 iPad の可能性を広げるアプリを作ってくださってる人に少しでも還元したいなっていう風に思ってるんですよ。なので、まあ、あんま使わないかなと思ったアプリでも、ちゃんとそのいいアプリを作ってる会社には課金してちゃんとお金を落としたいなっていう風に思ってます。もう本当にですね、そのアプリのパブリッシャーさんがアプリを作らなくなったら iPad って終わっちゃうと思うんですよ。なので本当にアプリに支えられてるっていう風な、端末デバイスだと思うので、そこのアプリへの感謝っていうか投資っていうのは、まあ、ちゃんとやっていこうかなっていう風に思ってます。まあ、皆さんもですね、その、まあ、感謝とかは別に自分勝手にやってることなんですけども、いいアプリを買うと本当に作業の効率も上がったりとかするので、まあ、せっかく iPad を買ったんだったら iPad って結構高いじゃないですか。もう本当に数万数十万円するものなので、それだけお金を払うんだったらちゃんと iPad を使いこなすってためにも、ちゃんといいアプリを買った方がいいんじゃないかなと僕は思います。あくまで一個人の意見でしかないんですけども、まあ、少しでも参考になってくれると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画はここまでです。今日の動画もですね、少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は動画の高評価とか、まだチャンネル登録してないよって方はチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。